お、これ EM 関係ある。いや、全然関係ないですけど、これ大好きなんですよ。え、そんなジャンクルート食べるんですか？大好きです。これ何、最近出たやつ？最近出て、もう今どこにもないんですよ。そんなに。じゃあ、美味しい。焼きラーメンみたいで美味しいです。じゃあ、これ食べてみよう。美味しいですよ。信じられない。俺もね、たまにああいうの食いたくない。あ、杉本先生ってマックとか大好きなんですよ。ほんと？俺もマック大好き。私も好きだけど、なんか後ろめたい気持ちで食べちゃうけど。本当？いいんですか、そんな。いや、だから家が全部こう、こう、料理直してくれる。どこ行ってもね、豚骨味がもう売り切れてるのに、あそこだけ割ったから、豚使っちゃう。嬉しみます。柴さん、いいな。ノバルクス店、スーパー G、Z4 アウトドア。じゃあ、5分全部かけちゃっていいんですか？え？5分全部かけちゃって5分というか、あのギターソロの最後まで、うん、あ、適当に、うん、この音だな。これ4月から音に変えません。もう結構浸透してきてるので、 YouTube でもなんかこの文字を上げてくれてるんで。なるほどですね。じゃあ、皆さん、分かりました。よし、うん、これメールで、はい、わかりました。で、今度はコスタリスタと健康生活さんも、EM 生活さんも入ってくださるんで、うん、それを入れたの。あれ、 EM 生活さんもスポンサーになるんですか？はい、あ、ほんと。よろしくお願いします。あー、はい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 。この曲のコピー取らせてもらっていいですかね、これ。あ、はい、うん、これロックスだと思います。そうそうそう、本当に合いますね。はい、すいません。じゃあ EM 関係で3社になるわけですね。じゃあ新鮮さんと、さんと、あ、いいですか。はい、はい、まあダメ、ギターソロ。ギターソロまだなんですよ。もうちょっと、もうちょっとお願いします。この2つですね、ちょっと変えるということで。はい、はい、はい、了解しました。え、面白い。あ、これだね。かっこいいですよね。俺、日本に来た時に、俺これ、この曲やってて、こういう弾いてたの、目の前で見てました。あー、面接ですか？すごいですね。矢沢を連れてた。あー、矢沢さんと行ったんですか？矢沢、それまでは、どうせビートルズより面白くねえだろうと言ってたくせに、帰り、やっぱりロトスチャートって面白いじゃん。お前、言ってると全然違うよ。あ、それだけ正直なの。だからあの人のステージにロットチャートの影響強いじゃん。なるほど。なんかね、振りとか、スタンドマイクとかですね。うん、そうか、はい、お願いします。いいです。おやおや、はい、ここからは宇宙都市活ラブ&ピース同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアが世の中を変える NPO 法人地球環境共生ネットワークとナチュラルフーズショップ新鮮のご協力でお伝えいたします。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。 EM の説明です。EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、
貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、曲でお分かりですね。今日は、はい、ユーネットの柴さんです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。まあ、2週間ご無沙汰してそうですね。今日はでも早速俺の大好きな曲、ロンウッド復活で、復活で、はい、いいですね。はい、うん、今なんかね、その流れてる途中面白い話してませんでした。なんだっけ、矢沢さんと一緒にフィーセスを見に行って、見に行きましたよ。あ、そうでいいんですね。ごめんなさい、過去に触れる。はい、はい、そうですね。聞いてる人いるから。あ、面白い。でもゆいちゃん喜んでました。あ、よかった。はじめ嫌だ、嫌嫌だった。まあそれはまたおいおい、おいおいね。いつも泳ぎだこ。じゃあ柴さん、よろしくお願いします。ね、そうですね、うん、まあ、前回引き続いてですね、はい、人体常在菌の話をですね、ちょっと、この間も尻切れトンボみたいになっちゃったんで、続きの話したいなとか思うんですけど、はい、何度かですね、このコーナーで紹介させてもらった人体常在菌の話っていうですね、うん、青木昇さんっていう書いた人、本があるんですけど、はい、その本がとってもね、面白いんですよ。で、青木昇さんってとても、まあ、微生物の研究者でもあるんですけど、うん、文章もとても上手で、本がとても読みやすい文章を書くんですね。で、その方の、人体常在菌の話の恥書きみたいなところに、うん、紹介されてるんですけど、うん、その、男女が仲良くなっていく過程で、うん、菌も共有し合っていくっていうようなことを立て、書いてあるんですけど、はい、まずですね、皮膚の上に菌がたくさんいるとかね、お腹の中に菌がたくさんいるって話はですね、これまでたくさんさせてもらったんですけど、やっぱりその常在菌っていうのは、その、バランスっていうのは人によってやっぱ若干違ったりするんですよね。主要な菌は一緒でもですね。そうすると、カップルになって、お互い付き合うようになって、まず好きになったら 何をしますか？まあね、手つなぐ、手つなぐであり、まあ、スキンシップ。手つなぐ前に、まずこう、一緒に食事に行ったりとかね、まずお話ししますよね。相手のことを知りたいから。で、しかもやっぱり、好きな男女っていうのは絶対見つめ合って話をしますから、見つめ合って話をする。そうすると、話をすると、絶対口から唾液が出ますね。で、お互いにこう、唾液を交換し合って、ね。なるほどね。関節キスみたいなもん。そう。そうすると、口の中の菌を交換していることになるんですね。わあ、って食事してるだけでですか？食事したり、向かい合ってお話ししてるとですね。じゃあ今私たちは？あ、そろそうですよ。こんな密室でこうするのも。関節キス3人してるんだ。3P ですよ。すごいですね、それ。ね、唾液の微生物、口の中の微生物っていう観点からです、ね。電車の中にだって全員がそうですよ。そうですよ。そういうことです。一人くしゃみしたら。だって、息をするだけでもやっぱりそうですから。で、次に、うん、ね、エミさんが言ったみたいに仲良くね、ちょっと今度手繋いで。ごめんなさい。さっきのなりますよね、絶対にね。はい、手繋ぐと、この手の筋を今度交換する。ね。それでだんだんもう言わなくても、キリがない。やることはね、こう、もっともっと交換しちゃう。ね。それで肌の筋が全部こう一緒になっていって、で、しまいに今度結婚とかし、うん、一緒に暮らし始めると、目の前で部屋も平気でこくよね。そうすると同じものを菌がこう、そうなんですよね、バランス的にもなっちゃうんですよ。そうなんですか。そうすると、うん、っていうのはお腹のガスが出るだけじゃなくて、うんうん、お腹の中には100兆の微生物いますから、その菌も一緒にブワーッと出ていくんで、でそこを今度その引き、うん、空気を吸うから、その微生物がまたお腹に入って、要はこの一人の人のお腹の中にいた微生物が口からまたその人の腸に届いて、まあ結局お腹の中の微生物もだんだん似たようになってくるっていうですね。そうなんですか。うん、これで、なんていうの、一心伝心の、ベストカップルの誕生って似たもの夫婦って、そういうことですか、ね、そうそうそう。じゃあ顔まで似てくるって、その菌も関係してる。何かでこう共通してくるとね。面白すぎる。そういうでね、恥書きにそういうこと書いてある本で、もうそれ読むだけで、あ、続き読みたくなっちゃうじゃないですか。そうですね。うん。とっても面白い本で。うん。で、サブタイトルは美人が金で作られるっていう、ね。ああ、前よ。ね、何度かご紹介させてもらいましたけども。だって。うん、すごっ。美人は金だって。要は、なんていうんですかね、今までは微生物って悪いものとかバイ菌って思われてた、うん、とにかく殺菌、除菌っていうことで、でも、そういうことをし、まあ、
結局ですね、金で美人になるっていうのはちょっと極端ですけど、肌を美しく保とうとか健康でいようと思ったら、微生物と上手に付き合うほかない。金を殺菌したり除菌したり退けていくと、ゼロには絶対無理だもんね。いや、逆に、たくさんいた方が綺麗になるし、健康になるし、免疫力も高まるっていうですね。たくさんいた方が。そうです、そうです。その辺はもう、そのね、この先週紹介した、海中の権威の藤田浩一郎先生とかも、はい、海中の話も聞きたいね。いや、面白かったんですよ。笑う海中っていう本を書いていて、あの本も、藤田浩一郎先生の本もとても面白いですよね。あの、藤田先生とかは日本のこう、寄生学中の権威で、それで自分で海中を飼ってた。サナダムシみたいな。そうです。サナダムシ飼ってて、名前つけてたんですよね。大体サナダムシの寿命が2年か3年らしいんですよ。で、寿命が尽きるたびに新しいのを摂取して、ずっと飼ってた。で、その死んだサナダムシって出てくるわけじゃないですか。出てくる。それを標本にしたりなんかしたりして。そうまあ、それは別としてもね。でもよくあの、はい、昔ね、こういうのがお腹にいるんだよ、みたいな、写真を見せてもらったことがある。はいはいはい。マジと思ったけど、ね。でも、先生飼ってた。そう。でも、あの、寄生虫がいると、その、なんていうんですかね、アレルギーが治ったりとか、いいそういうふうな、ことも言われてるんですよね。だから、海中っていうのが、その、必ずしも害だけなのかっていうと、やっぱり、いろんな寄生虫がいますから、マラリアみたいなものっていうのは、あとフィラリアとか、ああいったものは本当に人間の命にも関わってくるような寄生虫ですか、危険ですけど、このお腹のサラナムシとかっていうのは、その一概に害だけではないっていうふうな、そういう面もあるというふうに言われてますね。中に生き物がいるっていうこと自体がちょっと想像つかないんだけど、でも、まあ、でも昔はそれが昔っていうか、江戸時代とか、もっと古い時代には当たり前のようにいたんですか。やっぱり人類で200万年ぐらいっていうふうに言われてるんですけど、その人間が世に出てそれでこう いろんなこう自然と触れ合っていく中で、要するに、サナダムシは人間の体内で生きることを選択したわけですよね。で、逆に人間はそれを受け入れたんです。受け入れた。受け入れたということは、何らかのメリットがあるはず。メリットがあるはずなんですよ。なるほどね。そういう進化のプロセスっていうのは、決してこの、こう断面で、輪切りでこう判断できない。面白い。お互いに何らかの利益があるからそうなったというふうに考えた方が僕は自然だと思うんですね。で、実際に自分たちの中に他の生物がいるのって、今嫌かもしれないですけど、でも、何度もお話してるみたいに皮膚にもお腹の中にもたくさん微生物がいて、むしろその微生物もひっくるめて自分って考えた方が自然なんです。そうしないと肌の潤いも保てない、食べたもの消化できない、そしたら一部なんですね。そうだよね。で、もっと言うと、その自分たちの心臓とかっていうのも、まあ医学的な自分の体ですけど、じゃあ脳でコントロールできるかってできないです。できないもんね。これは、じゃあ別の生き物って考えたら、自分の意思に関係なく動くわけですから。脳でコントロールできるものとできないものって体がある。そうなんですよ。自律神経で動いてますから、ね、まあ、もっと言うと、厳密に言うと脳でコントロールしてるんですけど、意識でコントロールできない。意識的に心臓を早くしろとかって言われてできないですね。柴さんの話ほら面白すぎるからまた。まあちょっとこの辺の話をですね。今度家伸ばすんでしょ ?30 分くらいで。いや、この時間ね、伸びないですけど、でもね。柴さん、今月のプレゼントは、先月がですね、ご飯でしたので、今月は海苔でいきたいご飯と海苔がやらない。ご飯もうバッチリじゃないですか。はい。有明海産のですね、EM 栽培の海苔をですね、ぜひご賞味いただきたいと思います。美味しそう。はい。こちらは何名様でしょうか2名様です。2名様。はい。はい。プレゼントのご応募はね、いつものようにファックスですと 044-711-1400、E メールですと kst@kawasakifm.co.jp すべて小文字です。おはがきですと 211-8566、郵便番号ですね。川崎 FM だけで OK です。うちみとしかつラブ&ピース、EM のおのりプレゼント係です。ね。いいね。住所氏名、電話番号を。お忘れなくということです。来週柴さんですか。はい、またお邪魔します。よろしくお願いします。続きということで。そうですね。この続きとまたロンドンの続きで、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次のコーナー行きます。すいません。セポヘッド筋30年。